新型コロナウイルスの影響で県内の小学生の宿泊行事が縮小される中、南淡路市の国立淡路青少年交流の家が各地に出張して体験プログラムを提供しています。火起こしに挑戦しているのは洲本市立中川原小学校5年生の児童12人です。この体験プログラムは新型コロナの影響で多くの小学校で5年生の宿泊行事、自然学校の規模を縮小しているため学びの場を失わないように国立淡路青少年交流の家が先月から始めたものです。いい感じ。参加した児童たちは自分たちで起こした火で焼いたピザを頬張っていました。みんなと食べるのが美味しいです。愛情があって美味しいです。また午後からは藍染めにも挑戦。植物を加工することで生み出される色の美しさに驚きを感じながら伝統的な技法を学んでいました。プールに落っこちないでね。4回ぐらい入れ替えたらちょうどいいと思う。うわかっこいい。めっちゃかっこいいね。どうイメージ通りできた？うん、めっちゃ綺麗くできました。この自然学校の出張プログラムは11月末までに県内の41校が利用する予定となっています。